はいじゃあ、ダスクウッド続きやっていきたいと思います。プレイしちゃいます。しちゃいたい。えーね、早速続きやっちゃってますね。気になるじゃないですか。はい、私、ハンナさんという女性を探しています。で、ハンナさんを探しているグループチャットがこちらですね。ジェシー、ダン、クレオ、リリー、トーマス、そして、ハテナさん。ハテナさん、こちらですね。えー このデータねこのデータをみんなで共有しようと、えー、この方はね実は、えー、たった今このグループに参加をしてきたただまあ裏でというかな私もこのグループに参加はしているんですが、えー、そのまあ裏でねこのハッカーさんと言われてた人、まあ、名前ジェイク でいいのかかな、まあ、ジェイクとしましまょうかこのジェイクと裏でこそこそやり合ってたんですがみんなの要望でこのジェイクさんもグループに入れてほしいということでグループに、えー、入ってもらいましたね招き入れましたでこのジェイクさんを交えてこのグループチャットで話をしていこうというところですねさあで、えー、初めましてグループに入ってくれてありがとう。 さあ始めようか。まあ、ハンナさんの行方を探していくという、えー、まあそういった話し合いになるんでしょうかね。おいおいそんなにさっさと始めるなよ。あいや始めようぜ。ダン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 うんこしてたんだろう。<laughs> もうすっきりしたんだろ。じゃあ始めようぜ。まだ説明すべきことがあるんじゃないかな。まずハンナがいなくなった時にジェイクお前はそれを最初に知った人物なんだ。 ハンナに何が起きたた。かを知っていたみんなや警察が知る前にだ。なんでそんなことを知ることができたのか。不思議だよ。俺にはダンにそれを説明する義務はない。うーん。なんとまたそう言うとは。これからどんなにいいことを聞かされても、どうしてそうなったのかわからない限り、俺はお前の言うことなんて一言も信じないぞ。そうね、ダンはね、このジェイクさんを信用してませんね。 うん、だから、確かに、この話し合い、ダンとジェイクさんの話し合いは、まあ、噛み合わないでしょうね。ダンは好きです。私はダンが大好きです。ダンダンわかってくれ。ダン <laughs> えっとね、えー、それを知るのは俺にも大事なことだと思う。うーんと、まあ、うん。あー、ハンナさんあー、これハッカーさん、ジェイクは、 実はこっそりハンナさんのスマートフォンを携帯電話をまあハックしていろいろその動向を調べてたのかもしれないね勝手に、うん、<laughs> まあこのジェイクが言うにはジェイクはハンナさんの、まあ、お母さんは違うけど兄なんだと血のつながったね兄妹なんだと言って。 ましてああまあでもそれにしてまあそれはないかまあその理由はいい「いいいいもういい段」もうやめてくれないか青葉旬もういいよ以前はどのような状況であっても俺がその質問に答えることはなかったと思うだが青葉旬のおかげでその考えを改めたくなった何も言わないじゃあ答えるのか あんたそれ答えるのかあの時俺はハンナと電話をし最後の電話の相手お前かよ <laughs> なんだあそういうことねあ一番長くちょっと待ってよこのここにリストありますねハンナの通話履歴これね 一番下の人の名前ハンナからハンナさんから、えー、発信をしています。うん、で9分25秒話をしています。この相手が、ジェイクさん、んあなたただったんですね。でこの電話番号の相手を調べようと番号しか最初は分かってなかったんですよね全部ね。で今はガレージロジャーアランフィルトーマスと。 分かってきたんですがこの時に「私に上から相手を調べていってくれ」「俺は下から調べていく」って言ったよね「あなたそう言ったよね」で「この番号にかけたがつながらなかった」って「あなた言ったよね」あ「あそういう嘘つくんだ」うーん。うんで。 まあ、あの時、俺はハンナと電話をしていた。ハンナと俺の連絡が何年間も途絶えていた後、ハンナが俺にメールを書いてきた。メールで俺に助けを求めていた。詳しい説明はなかった。運悪く、そのメールアドレスは古かったため、俺がハンナからあのメールに気がついたのは受信した数日後だった。あー、まあ、再送してきたみたいな形かな、新しい方に。うん、深刻な様子だったのですぐにハンナに電話をした。 ハンナは即座に応答して俺を見て安心したああビデオ通話だったのか見たっていうことはそういうことですかそうだそれが彼女の行方不明になった日だったそうだ俺も全く同じように思ったハンナは俺と電話している間安心した様子だったうーん 安心した様子だった。でも電話をしたのはトーマスの方が先ですよね。うーん確かにトーマスは一度そう話していたな。2人とも重要な指摘だと思う。うん。ふ人とも重要な指摘だと思う。まあ私このグループの人たちそれからハンナさん全く知らない人なので完全な第三者的な目で。 うーん、まあ客観的に物事の事実を捉えていきましょうかただ残念なことに俺にはハンナが安心したり様子が変化した理由はわからないハンナはなぜ俺の助けが必要なのかを言えなかったなぜならその話を始める前に襲われてしまったからだうーん通話中にってことうーん、俺とリッチの時みたい。 うん,うんまあまあまあそう言っまあ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 ちょうどそういう形なのかなうんまあ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 ょう。俺は政府に指名手配されているハッカーだ。俺を追う捜査官は、俺を逮捕するために相当な時間を費やし、資金をまぎ込んできた。みんなに連絡をしたのは、それがハンナを見つける唯一の手段だったからだ。ただそれと同時に、 俺が全てに関与しているとみんなから疑われることは避けたかったおいうまく説明できたじゃないかだがハンナを見殺しにするなんて俺の両親が許さなかったそしてトーマスが青葉春の番号を受信した時に俺は青葉春に連絡した青葉春が重要な役割を担うだろうとすぐに分かったとはいえどのような役割なのかいまだ俺には謎だそういうことだったんだね 俺だって知らなかったようーんとトーマスが青葉旬の番号を受信した時に俺は青葉旬に連絡したそれはなんか違う気がするけどなうんまあいいでしょうハンナのそばに誰かいたハンナはどんな風に襲われたうんそうね襲われた時の状況を知っているなら残念ながらわからない狂気などは見えなかった あーハンナのそばに誰かいたうんまあそれも見えなかったでしょうね。誰かいたとしてもハンナが携帯電話を持っていた位置からは見えなかったと思う。しかしハンナは一人でいたと思う。少なくとも他に誰かいる気配はなかった。他にもう一人いてジェイクはその人に見られたと思うああ、うーんなるほどね。 ああビデオ通話だったらその可能性はあるよねそうは思わないこれでみんな十分分かったと思ううーんまあそのハンナさんがさらわれた連れ去られたかなその理由を知っていたあ理由というかその事実を知っていたっていう うんその説明ねありがとう説明は必要だったな、えー、俺たちが一生知ることはないと思っていた俺にとってもそんなようなことだとは思っていたようんまあでも俺にとってもとても大事な情報でしたねありがとうジェイクそしてさようならジェイクそれではこれから始めよう私が帰宅してからでもいい もっと早く言っておけばよかった。ごめんね。うーん。OK ーー。俺たちだけでもう始めてもいいうん。チャットは後からまあ読み返せるっていうのはあるだろうけど。あのさ、私は話の途中から参加したくないんだよね。改めてごめんね。急ぐから。はい、そうかい。うーん。まあ、そうかい。その、そうね。じゃあ、俺の考えを整理しておくよ。 うんでジェシーちゃんから個別のチャットですねええー、廃車置き場にいたかったんだけどここにいると集中できない窓から森をずっと見ていたのダン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 ダんだンダんンちょっと待ってダンダンちょっと待っていいいいあジェシーちゃんオフラインになってダンいいよ話を聞こうダンそうだと思ったそれでいいんだ信用はしなくていいお前もジェイクを疑っているからだろ 俺たたちはジェイクが言ったことを確認できないんだよその通りねそれはそうそう言いたかっただけ俺にはお前以外にそう言える人がいないんだうーんそうねダーンオフラインダー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 ンン家に着いたらは,はやい早いこのタイミングあれかパズルをやらなきゃいけないタイミングだったのかなまあ私は終わらせてるんだねえー、あでみんなオフラインになっていたのが家に着いたよ で、えー、ジェイクね。まあ、このハテナさんが、まあ、ジェイクね。がオンラインになりました。待っていてくれてありがとうね。うーん、OK。まあ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 、うん、当然と、思ってないけど、別に話始めててもよかったとは思うけど、まあ、いいでしょう。当然だよ。うん。待ってて欲しかったんだろ。だから待ってたんだよ。ただ、それだけだよ。 いや,いやーとかもういらねえだろ。挨拶いらねえだろ今。いるのかなこういう時は挨拶から入るものなのえー、ダンがいないんじゃないかあー、トーマスはいる。クレオいる。リリーいる。ジェシーいる。ダンがいないな。3回言い当ててみていいよ。うん、ダンがいないよ。うん、ダン、ダン、ダンいないよ。うん、ダンだ。 うん、えー、ダンはみんなでまた話すと分かっていたよなうんダンまたトイレかダンがオンラインになりましたダンへいダンはいおかえりダンだからさダン様さまあささっきなんでオフラインになった もっと話そうぜ私はダンと話がしたいんだこの中だったら私はダンと話がしたいんだ <laughs> えー、まあいいやあーまず一言簡単に言っておきたいことがあるなんて言うんだろうなんて言うんだろう <laughs> ええとジェイクと俺が何も罪を犯していないとは限らないそうねジェイクと俺は可能な限り率直に話をするつもりだ みんなにはこれからとても長い話になると覚悟してもらいたいそうねジェイクと俺が何も罪を犯していないとは限らないみんなにはこれだけは分かってもらいたい規則を常に守っていたら調査をここまで進めることはできなかったうんあこれまでのそういう調査捜査みたいな内容で罪を犯していないとは限らないってことねうーんまあまあ、うん、確かに クラウドデータを勝手にハッキングしてデータを抜き取るとかはまあ罪にはなるよねまあでもそのことはみんな分かってるんじゃないみんなにはこれだけ分かってもらいたいみんながただそう認めるしかないこともあるうんまあ質問があったらいつでもしてほしい状況が複雑な場合がある集中していることが大事だ、うんまあ、状況が複雑な場合がある 何かわからない場合は遠慮せずにそういうことそうね俺は二度説明することになっても構わないうんまあ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 わからない場合は遠慮せずにそういうことみんなそれぞれ自分ができることで協力してもらいたいみんなの力を合わせてやろうだからみんなには積極的にこの会話に参加してもらいたいそうねうん置いてけぼりは 嫌だろう、えー、それじゃあ始めようまずは何から始めようかまあでも画像の共有から始めていくっていうのがいいんじゃないのかな違うのかな各自分かっていると思うが最も重要な手がかりは顔のない男だとにかく犯人がこの言い伝えを利用していると言ってもいいだろううーん そして最初の段階から犯人にとって自分が言い伝えに関連付けられることが重要だった。ああでもハンナさんに印ついてなくないそもそも成り立ってなくないまあいいや言っとこうか。<laughs> ああその言い伝えうーんまあうーんでも目撃したのがアルフィー君っていう少年がいました。顔のない男がハンナさんを森へ連れ去ったって言ってたのよね。だから。 まあそれはあるのかなーまあでも顔を隠してただけっていう可能性もあるけどな覆面してで顔のない男との関連をしてきたのは私だったんだようんーいやうんだからアルフィーくんねそうそうワルターさんと話をしたかったけどモーテルの前でアルフィーを見,か見つけたのアルフィーはクレオを「死んだ女の子の友達」と呼んだああそうねそう。 アルフィはクレオ死んだ女の子のの友達。死んだ女の子がハンナさんでしょうねその通り顔のない男のことを最初に言い出したのはアルフィだったその通りですその時に考えたことを今でもよく覚えている覆面してただけじゃねうんそう <laughs> 俺はすぐに覆面の犯人のことだと分かったそうだねそうその通りです それでジェシーは怖いもの好きだから私は青葉春にジェシーに連絡してもらった私はすぐに重要な手がかりに気づいたんだリッチーはバカバカしい話だと却下したけどねリッチーがどういう人なのかみんなは知ってるよね青葉春もまだ半信半疑だった今思えば少しバカバカしい話だったようんあの頃俺たちはまだどこから手をつけていいのかわからなかったそうねうんそれも あったよ、ね、うん手がかりっていう手がかりは特になかったよねそれでジェシーがすぐにチャットグループを作ったうんジェシーリッチーそして私っていう3人のグループねえー、そうだね私はダスクウッド出身のリッチーから古い言い伝えについてもっとヒントやアイデアをもらえるかなと期待したんだそしてすぐに青葉芝の情報で私は自分の疑念に確信を持てた疑念 青葉旬がハンナが撮ったカラスの印の写真を見つけたのあーうん OK そのファイルを送信しておこうかちょ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 待って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 えちょ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 えなななななん,なんだなんだなんだ ファイルを選択してください。うんと、なんだ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 ど、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 どれだ、クラウドデータ。あ、これ、あ、これ日記かあ違う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 。どれだ、どれだ、どれだ、どれなんだ通話履歴じゃないのは間違いない。ちょ、これ見れますかこれ見れますかちょ、ちょ待って、あ、違う違う違う、これは違う、これ、これ違う違う、違違違うううこれ、違う、これ、うあん、これ、ああこれじゃねこれ、ああああ 変えれんじゃ,ん変えれんじゃん選択して変えれんじゃんこれじゃねえんだ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 わこれはいこれはいこれこれねカラスの印ハンナさんのクラウドデータにあった画像なんですよねカラスの印そうこ,ここで送信するファイルはこれで間違いないですよ OK ジェイクにもこの写真を見せたうん顔のない男っていう話とカラスの印っていうそれ を関連付ける、うん、画像にはなったかな。えー、でもちろんジェイクは何とも思っていなかった。でもジェイクはそれが手がかりだと認めなかった。うんそうねまあまあ何とも思っていなかった。これがまあ創作に役立つのかみたいなそんな感じでもあったかな。 それで私たちはハンナが何か悪いことをしちゃったのかなって思ったんだよね。誰かこれに関して何か言うことはないかうーん、そう。その顔のない男の言い伝えでは、このカラスの印が付けられるのは、重罪人である。で、その家のドアにこの印をつけて、家族ごと連れ去ってしまう。そういう話でしたよね、言い伝え的にはね。 えー、ハンナが処罰されるべき出来事があったのかもしれない誰かそれを知っている人はいるかそうね何か良くないことがあったはず俺たちにそれを話すのはとても大事なことだと思う、まあ、知ってるとすればトーマスかリリーかなうん妹か彼氏うんジェイクもしも誰か知っていたらもう話題になっていたと思うよ それを知っていいい。る人はいないうねまあそうね,、まあ、そうね誰もがそう言うよねハンナさんがそうは思えないまあ小さなそりゃね、うん、罪っていうのは誰でも犯しているものだろうまあ例えばだけど虫をね顔ね血を吸って。 自分の血を吸ってる顔パチンと叩き潰すとかねそれも罪だというならそれは罪は犯しているでしょうがってことかなジェイクもしも誰か知っていたらもう話題になっていたと思うよ分かった次のお話に進もう青葉なんだなんだおいなんだ俺たちが最初に見つけた日記のページにアクセスできるかああいいよもちろん 最初の日記ねえー、ファイルを送信するでえー、っとねクラウドのデータでこれかこっちやね最初のデータはその家族は私たちのことをえー、っとこっちを確認させてあこっちやなさ最初に見つけた方はこっちですどこに行ったらいいのどうしたらいいのかわからなくなったらどうなるのこれですねクラウドドキュメントこれが最初に見つけた日記ハンナさんの日記 の内容かなこれがハンナの書いた文章だみんなに読んでもらいたい一回読んでみましょうかどこに行ったらいいのどうしたらいいのかわからなくなったらどうなるの抑えられる感情がなくなってしまって作り笑顔が消えた時は森は静かでもいつもはそうじゃなかった今日が警戒しろと言われていた日だった悪い日だと。 でも今まで数えきれないほどたくさんの日々がすでに悪い日だったとは誰も警告してくれなかったそれは過ぎ去るものだと分かっているいつもそうでもそのことを考えても仕方がない今日はとても悪い日うーんちょっと内容が理解できないようなつかみどころのないまあ詩的な文というかね、まあ、そんな感じかなうん読んだ 私も終わった私もでもそれでハンナが何が言いたいのかよくわからないそうなのよねうん、えー、俺たちもよくわからなかったそうこれは誰が読んでも何が言いたいのか何を伝えたいのか読んだ人にまあ読んでもらうためのものではないだろうし、うん、これはねわからないですすでに言った通りハンナがこの文章を書いた青葉慎はハンナは書くことで自分の気持ちを処理しているのだろうとすぐに分かった ハンナのうつ病について誰も知らなかったと理解したかそれは正しいかうんえうつ病違うよハンナはうつ病じゃなかった2人は何か誤解してるみたいだよいやクレオ悪いけど誤解じゃないそうね医者との会話もあるからねクレオ悪いけど誤解じゃないそのファイルもまあ公開していくんでしょうねうんこんないたずらガキについてそんなふうに考えているのかうん 俺たちがそう決めつけていると思うのかそうファイルを送信するえー、っと音声ファイルこれでいいよねファイルを送信するこれがえー、ま,まあまあまあ流す必要はないかなそれがハンナのうつ病とどう関係しているんだえなえ違うのか <laughs> この音声ファイルそうでしょ えーっとねあこれかこっちを見せるのか処方箋の方を見せるのかあーじゃあこっちを送りましょうか鉱うつ剤の処方箋をハンナのクラウドで見つけたこれがハンナの処方箋だっていう自信はあるのある違うよ俺は信じられない俺は知りたいんだこんなものを俺に隠すなんてできるわけがない 隠すことななんてできるわけがないトーマスでもそれが事実なんだでもハンナはできたみんなに信じてもらえないのに俺たちは全ての調査結果を教えるべきなのか、うん、トーマスでもそれが事実なんだようんジェイクと青葉春が言っている通りだよサリー夫人から聞いた話があるんだそうねクレオさんもその 証言を聞いてるよねサリー夫人がハンナさんが薬局からうん青ざめた顔で出てくるのを見たっていうね、えー、比較的初めの頃のことだけど行方不明になるちょっと前にハンナが薬局から飛び出してきたのを見たと言っていたよ。ハンナは顔色は真っ青だった。 だからおそらくハンナは処方箋の薬をもらうために薬局にいたんだよ。そんなの信じられない。俺が知っておくべきだったんだ。そうね。まあそれを隠していたっていうのがまあだからこれででもトーマスも心当たりはあるでしょ。ハンナさんが話をしても上の空だったり上の空だったりっていうことは実際にあったことやからね。で様子がある日から変わってしまったっていうのを。 トーマスもそのことは知っていたはず私も知らなかったよハンナの妹なのにみんな自分が知らなかったと不安に思わないでほしいそうねそれはハンナさんが隠していたんだからねうんハンナさんの意思でね自分の意思でねうつ病はとても深刻な病気だうつ病を隠すのはよくあることハンナはみんなに心配をかけたくなかっただけだうんまあまあそう言っておこうか でも、そうね。俺がハンナを助けることができたのかもしれない。俺たちみんなでできたかもしれないよ。ハンナが抱えていた問題を理解するチャンスがあったらよかったのに。トーマス、ハンナが自分で言わないと決めたんだよ。そう。そういうことだろ。えー、俺はハンナの行動がよく理解できる。だからそれを認めるしかない。 うんここで私が理解できるっていうのはまあそれは違うよねハンナがかわいそうハンナは長い間うつ病を抑えることができたようだだが何かの出来事がきっかけで再発したここにハンナと精神科医の会話の記録があるそれがあごめんそれがさっきのこっちでしたあのダンごめん間違えた <laughs> こっちですね、えー じゃあ、もうはっきり言わせてもらおう。一体全体、どうやってこんなものを入手したんだそう難しいことじゃなかった。いや、難しいことでしたよ。あのパズルはね、何なんだなんでエピソードごとに2回パズルの時間が来るんだ <laughs> ?1 回にしてくれ。えー、ジェイク・トールのチームワークだ。ダンが知ったらびっくりするような方法で。そうね。うん。 そうか俺は黙って話を聞くそれは理解している青葉春あの時の俺たちの推理を説明してもらえないかなジェイク了解だええー、ハンナは自分のストーカーを知っていたハンナは失踪前にストーカー被害に遭っていたそうね医者にそう言ってたよねそれは過去の出来事と関係していたうん あの恐ろしい事件つまりジェニファーさんが遺体で見つかった事件よねおそらくそのことだろうとハンナは偶然ストーカーうんそれは違うでしょそれは過去の出来事と関係していたそれがどのくらい前に起きたことなのかはわからなかった当時ハンナはまだ子供だったうんそれやねハンナはその時一人だった とそれでじゃないよ。うん。ハンナはその時一人じゃなかった。うん。精神科医はハンナのストーカー被害を信じなかったんだ。そうね。精神科医はそんな素振りでは会話をしていたよね。そうだ。ジェイクと俺はすぐにそう思った。そう。うん。まあまあまあ、そ、そ、そ,そういう様子でしたからね。うーん。 医者の名前はちょっと思い出せないなぁユーリック・なんたらカンタラさんみたいなそんな名前やったかなそうだねストーカー被害を訴える女性を信じない精神科医なんているの誰か説明してくれないただ単に世界で最低の精神科医じゃないよもしかしてハンナが嘘をついたことがあったとか俺はできないよ ハンナは顔ののない男の話をしたうーんどうだろうかそこで顔のない男っていうのは出てくるもんなんでしょうかあーでもね森の中からこっちを見ていあ,あそれ言ってみよっかハンナは顔のない男の話をしたそういうことだね ハンナが精神科医に超常現象的なことを言い出したからに違いないよ。私も同じ経験をした。リッチーも信じなかったしね。それで監視カメラで録画をしたんだ。うーんそういうことだ。ダンと一緒に見たもんなこのビデオはな。えー、っとこれかなこれですね。そう。ダンと一緒に 話し合ったこのファイルですよこの動画ですよ。ちょ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 違うのこれ合ってるよね。あみんな見てんのあみみみんな見てんのね。不気味だね。でドアをノックしてる音は聞こえたもんね。えー、窓の外側に何かある画像の明るさを最大にしたが残念ながら何も認識できない。俺はそんなこと知らなかったよ。うん あなたそんなことしてたのね青葉春にいっても無駄なことだったと思うハンナと医者の会話でジェニファーという名を初めて聞いた俺は青葉春にジェニファーという人物についてあの事件との関連でみんなに質問するよう頼んだみんなにじゃなかったよね誰か選べって言ったよねあなたその時に私はトーマスを選びました青葉春からジェニファーについて聞かれたよ 残念なことにジェニファーの名字が間違っていたから俺が後で各種記録を調べても何もわからなかったジェニファーの名字はハンソンだったここで私が補足できることがあると思う言ってもいいああジェシーいいよ言ってくれジェニファーさんの母親何万円何でしたっけアイリスかアイリスさんに会いに行ったよね私はねハンナのカーナビに入力されている住所を見てみてもいいかなと思ったの それででリリーーにに車ののキーを頼んでハンナの家に行った。保存されていた住所は一つしかなくてそれはジェニファー・ハンソンのお母さんの住所だったそれでどういうわけだか私はこの住所の家に行っちゃったんだジェシーちょっと待ってくれハンナの車のところに行ったんだろうまあこれは夕和5時ですねえっとそうだよどこに車があったんだ家の前だけどトーマスどうした どうしたトーマス。ジェイクが俺たちのグループチャットにハンナが危ないと伝えた時俺はすぐにハンナの家に行ったんだリッチーがいてハンナは家にいないって言われたリッチーはその時家のチャイムを押していたその時点でリッチーもジェイクのメッセージを読んでいたよなここで俺が言いたいのはハンナの車はなかったってことなるほどねリッチーはハンナさんの車を修理していました その車の修理が終わったって朝に電話をかけたって言ってましたよね。その時点でトーマスが言うにはハンナの車はなかった。っていうことはリッチーはハンナさんに車を返していないよね。ああじゃあこれはもうリッチーが嘘をついているのは確定でいいよね。OK いろいろ分かってきたじゃないか。 トーマスかからは見えない駐車場に停めてあったのかも。そんなわけないだろうトーマスは動揺していてハンナの車を見落としただけそれは本当に不思議だなリッチーが言ったのは確かに間違いなく言ったよねリッチーはハンナさんに修理が終わった車をその日に返したハンナに会ったのは俺が最後の人物だったかもしれないって言ったよねで はなさんはいつもと変わらない様子だった。で、車の、うーん、ダッシュボードやったっけどこ、どこ、えあれかあの、あれか、あれか。<laughs> まあの、まあまあまあ、車に乗せてあった小銭をチップとして渡してくれた。ああ、あれはいくらって言ってたかな ?5 ドル32セントやったっけ確かそれぐらいやったよね。 金額までしっかり覚えてたよねリッチーはそういう話をしたよねこれは重要な手がかりになるかもしれないなんてあの時は思ってもみなかったとにかくそれはハンナは家にいないという事実と合致していたでもハンナの車は家の前にあったってジェシーが言うなら誰かがハンナの失踪後に車をそこに戻した 気づいちゃったジェシーちゃん気づいちゃったうーん犯人かなでもなんでジェイクこれを書き留めておいてもらいたいうんその事実は非常に大ですねここでちょっと休憩しないかナイスダンダンナイスだ <laughs> オーケーこの辺でえー 終わりにしましまょうかそうね。いいアイディアだ。<laughs> ナイスだったちょうどいいタイミングだわ。頭痛がしてこないか。いや、それはないよ。まあ、話はこっからって感じではあるんですが。はい、今回はこの辺で終わりにしておきましょうか。また続きやっていきたいと思います。ダスクウッドでした。終わります。ありがとうございました。 それはないでも集中力が切れてきたいやまだ大丈夫ですけどねそうだな本当に疲れる俺には用事があるんだ <laughs> あそうねちょっとまあ時間も時間なんで、えー、寝ますおやすみなさいありがとうございました俺には用事があるんだゆっくり眠るっていうなうん段ありがとうなすげえいいタイミングだったわ <laughs> それはそれは用事か各自集中しないといけない そうでなければ貴重な時間を無駄にするだけだハッカーさん初めて俺と同意見だダンがオフラインになりましたまた話ができるようになったら連絡し合おうね OK そうしようダンはそれを読まずにログアウトしたと思ううんまあまあまあいいやそうしようトーマスがオフラインになりましたまたねリリーがオフラインになりました クレオがオフラインになりました。ジェイクがオフラインになりました。ジェシーがオフラインになりました。あー、リリー、お前はいい。黙ってろ。<laughs> まあ、これ話していかなきゃいけないんですけどね、えー。っていう感じでした。また次回やっていきたいと思います。ありがとうございました。